こんにちは。アイデアキチャンネルに来てくれてありがとう。今日はちょっと暑い日ですが、名古屋の金山というところの駅の近くにありますスターバックスで収録をしております。スターバックスです。で、今日はアイデアキチャンネルですけども、すごく大事なものです、大事なものですよということを話したいと思います。で、それはですね、タイヤの話です。タイヤ、ゴムの、ゴム製の黒いタイヤですね。で、まあほとんどの人が毎日世話になっていると思いますけども、もう知ってるよと、もう知ってるから分かってるでいいよという人も、まあちょっと今聞いてくださいということです。で、タイヤというのは路面とか地面を転がる丸いものということですね。で、私の好きな地下鉄の札幌の地下鉄はタイヤでできております。タイヤですから静かです。で、英語で言うとタイヤというふうに、こういう、まあ、発音も大体英語も日本語も一緒だと思います。それでタイヤというのは自動車、自転車、モノレール、地下鉄、航空機、建設機械、こういったものについていくということで、まあ、およそ地上を移動するものには必要だということです。それからタイヤ、タイヤの中には通常は空気が入っていますが、窒素を入れるというタイヤもあるということです。で、ただしですね、フォークリフトは中が空気じゃなくて全部ゴムでパンクしないということで、ノーパンクタイヤというのがついているということです。で、タイヤの歴史ですけど、1867年慶応2年、これは日本の江戸時代ですけど、金属だとか木で車輪ができていたものがゴム製になったということです。これはイギリスの話だと思います。それから1845年、イギリスのトムリンさんという人が空気入りのタイヤを発明した。1888年にスコットランドのダンロップさんという人が、もう今ダンロップという会社があるんですけど、その、まあ、元の人かどうかは分かりませんけども、ダンロップさんという人が自転車の空気入りのタイヤを発明した。これは特許を取ったらしいです。それから1895年、フランスのミシュランさん、このミシュランというのもタイヤの名前でありますけど、そのミシュランさんが自動車用の空気入りのタイヤを作ったということで、で、パリからボルドー1200キロあるということですけど、その自動車レースに参加して100回のパンクをしたんだけど完走したということで、ここで空気入りのタイヤがいいということが認められたということです。で、空気入りの入ったタイヤというのは乗り心地がいいということや安定性がある、それからグリップ性が良い、これは前に進む力ですね、前に進む力が地面に伝わるということ、そういうことで性能が格段にいいということが分かってきたわけです。で、タイヤには2種類あるということですね。ラジアルというのとバイアスという2つの種類がある。で、これはラジアルタイヤというのは F1 自動車レースで改良されて発展してきた、それがまあ普通の自動車にも応用されている。で、これはタイヤの中に入っている金属だとか綿の
ようなものが入っている、それがこう入っとるかこういうふうに入っとるかの違いということが書いてありまして、まあ、ちょっとよく僕は読みましたけどよく分かりませんが、こういう2種類あるということです。で最近はラジアルタイヤでも、スチールという金属が入っている、まあ、銅線に、鉄の 線に銅メッキがしてある、または真鍮メッキがしてあるということで、まあ、丈夫な網が入っているということです。でラジアルですが、最近はアラミド繊維が使用されているのがある。これまた多分高いと思います。でこのアラミドって何かと思って調べたら、ケプラーという、これは繊維ですけど非常に軽くて丈夫な繊維のケプラーというのがある。これをタイヤに使って、で軽量化できるということが出ていました。それから航空機用のタイヤというのは安全性が非常に大事ということで、まあ、一般の自動車よりは遅れて実用化されてきているということで、まあ、普通の自動車で使ってみて安全性が高いとなると航空機にも使われるということが書いてありました。で軍用機はやや、まあ、この航空機の中でも軍用機はやや早く実用化されるということがある。それからタイヤの表示ですけど、タイヤの横に表示があります。こういう表示ですね、こういう表示があります。確かにこれも僕見たことありますけど、でこの205というのは幅を表す単位はミリ、55というのは扁平率、丸じゃなくて扁平ですから、で R というのは構造、まあ、さっき言ったラジアルかどうかというと、で16というのはリムの径、これだけはインチです、ミリじゃなくてインチ。それから91というのはどれだけ重さに耐えるかということですね。でダブルが最高速度ということ でオートバイとか自転車とかは別な表示で、これは自動車ですけど別な表示になって、まあ、似てるんですけどちょっと違うという。でこのダブルの部分の N だと140キロまでいいですよ、それから Q だと160キロ、R だと170キロ、S だと180キロ、これ決まっております。それから Y だと300キロまで出せるということだそう。まあこんなのは見たことないです。それから2010年ぐらいから自動車のタイヤに窒素ガスを入れるといいよ、燃費向上、騒音が小さいとか、メンテナンスが軽減、内圧の変化が対策にもなると。これはねあんまり効果ないですよ、まあ、言ってるほどの効果はないということです。ただしこの内圧変化はこのレースする車についてはこれは確かに対策になるということが出ておりました。で航空機の場合は火災とか爆発の対策のために窒素ガスを、この窒素ガスを航空機にタイヤには入れるということ で金属を腐食させないためにもなる。それから圧力変化、この一緒ですね、圧力変化対策ということがあって、航空機には窒素ガスが有効だろうということが言われています。それからこの排気のタイヤというのは、これが非常に問題になっているわけなんですけど、放置すると悪臭いや火が発生する、で火災が起きる、こういうようなことで、日本はリサイクルで 50% がリサイクルされて、セメントとか製鉄、これ字が違う、製鉄の材料に原料にされているということで、それから再生タイヤにして外国に輸出しているというようなことも出ている、まあ、どのぐらい出るか分かりません。で再生タイヤは結構航空機に多いことが書いてありました。それは減った部分を剥がして張り替える、それからトラックとかバスも減ったところを張り替えるということで、ただし後ろのタイヤだけ、前のタイヤはダメなのらしいです、再生タイヤって書いてありました。まあ、いろいろ理由はあるんですけど、で後輪だけ
再生タイヤを作る。でそれから、まあ、今回初めて知りましたけども、再生することを前提にしてもう初めからタイヤを作る、こういうものもあるそうです。まあ、これ初めて、まあ、あるんじゃないかと思うんだけど、まあ、初めてこの今日調べて分かりました。それからタイヤの模様っていうのは、あの権利があるために勝手に真似することがいいな、まあ、著作権みたいなものがあるということで、タイヤの模様っていうのはそういうものだそうです。まあそういうことで今日はいろいろタイヤについて言いましたけど、まあ、結構重要なものですね。ですから、乗るだけじゃなくてタイヤも点検してほしいと思います。まあそういうことで今日は、タイヤのお話でした。まあ、ハイデイキチャンネル、来てくれてありがとう。